またで行こう。みたいな感じの固めの。美味しい。うん。まあ。いちごミルクだから。いちごと、これ。ねえ、なんでこの電車。何ここ、電車も楽しめるの？あ、これじゃん。タピオカ。タピオカ、あ、いちごミルク。いちごミルクはね。いちごネット。何？これ？え？どこに書いてある？いちごネットの私。ははは。これ？手でこねるなんて。やばい。おにぎりこれ。まあでもすげえな。初めて。明太マヨ。違った。なんだっけ。明太チーズ。あれ。わーい。美味しい。あ、辛子麺って美味しいな。うん、でもコッペパン買ってなかったよな。なんかジュース買って帰りよった。コッペはなかった。うん、これなんだっけ、バジルサラダ、バジルコッペ。こねたな一回。うん。いいえな。うん。一回どころじゃねえよ。一回どころじゃねえわ。結構もう本気でタピオカ屋やったろうね。本気でやるやったよな。やらんでよかった。やらんでよかった。やっとったね、今頃もうこうやって。じゃん。なんかさ、高校の時にコンビニでパン買って帰るんよ、友達と。うん、で、ちょっと裏入ったら、なんか何、その辺の民家の人が使う道、細い道みたいなのあるよ。うん、そこにな座って、いつもパン食べた。なんかそんな感じある。禁断の味、あんバター。よし。ジェルポテトサラダにしよう。なんか、うん、じゃあ俺これ俺もケチマンバーだよ。ソーダなんとかも手ごねソーダ、うん、レモネードとか置いてやばい、まあ、今んとこゲテモンバーだよ。食べてみると分かる。手ごねソーダめっちゃ気になるわ。触りがだってこのふわっととか言うとる時点でやべえくらい。これ待って、
ちゃんこれ好きなやつだよ。プリンセスのドレス。あ、プリンセスのドレス。これ、これうまいね。これ。バターだ。すげえな。生産する車両の画像をチェックしてください。いや、そんなわかる。すごくね。全部書いてもこれですかって。表示された料金を明細してください。領収書が必要な方は領収書の表ボタンを押してください。ご利用ありがとうございました。あ、終わった。領収書いるよ。いや。ゼロ円。やったー。いいの。帰りますか。帰りますか。帰りましょう。何それ。帰りましょう。ああとか。あ、また置かない。